はい、えー、ミスターマイアさんいつもご連絡ありがとうございます。もうすぐね、このやりとりも100回になりますよね。行ったり来たりで100回。えー、感慨深いものがありますね。他の方もね、どんどんついてきていただきたいと思います。で、今回ゲストコミュニティからメッセージを送っていただいたんですけども、素敵なコミュニティですね。なんかホテルみたいで。いや、いいなちょっと行ってみたいなと思いますけどもね。この動画を見ている他の方も行ってみたいと思えるぐらいの ゲストコミュニティだと思うんですけどもミスターマ真弓さんもしかしたらね貴族みたいな暮らしを送ってるんじゃないかっていうふうに私は考えてしまうんですけどねまあそういうふうに動画っていうのはある一面を切り取るんで結構ねこちらのね妄想がどんどん高まっていってものすごくねあのこう言ったらねなんか変な言い方になりますけども動画発信者が考えてるよりも動画を受け取った人っていうのは発信者に対して、ね、2段3段こう高く上に見れるんですよね。 でも私もそうですよ。普通の人間ですからね。普通の、あの、赤字麻雀店の刑事者ですから、2015年までは。<laughs> 本当にまああのー ありふれた人間ではあるんですよ。ありふれない人間に向かっていくために、この YouTube を使ったってことなんですよね。はい、えー、それでですね、今回 FX の結果報告をしていただきましたけども、ん、確かにね、そのトレンドの中にも、こう、変わるときってあるんですよね。それをね、私はセカンダリートレンドって呼んでます。大きなトレンドの中でも、ギザギザしながら進んでるわけですから、大きなトレンドの中にも、2つ目の、もうちょっと内側のトレンドがあるんですよね。だからそのトレンドも、きちんと加味して、 エントリーしていかなくてはならないのが FX なんですよ。ですが、考え方が浅いと、トレンドの方向ってものだけしか目にいかないんで、セカンダリートレンドをね、え計算に入れないわけですよ。まあ、そう考えていくと、やっぱりね、学習に次ぐ学習と暗記に次ぐ暗記が FX 攻略の秘訣だなと私は思うわけなんですけども、うーんとね、レンジの時と分からない時が入らないっていうのは、まさにね、鉄則中の鉄則です。私もそれを克服して、レンジの時には入らないぞと。 分からない時はやらなないいはやぞってこれを決めたことによって、えー、マイナスがすごく減ったんですよ。マイナスが減るってことはプラスだけが残りますんで、大きな収益を一気に上げることができたってことでございますね。で、これを私はですね、オンリーエントリーって私名付けてます。オンリーエントリー。これ何かっていうと、この形が来たときだけやるって感じですよ。最初ね、ダブルトップか2点属が来たときだけエントリーしてました。だから月に1回ぐらいしかエントリーのタイミングなかったですよ。これ本当ですよ。で、そのときだけしか行かないんですよ。 だってダブル、二点底とか二点天井って絶対その後の動きっていうのは高い確率でこうなるよっていうのが決まってるわけじゃないですか二点底だったら上がるわけでしょ二点天井だったら下がるわけじゃないですかこんな分かりやすい時をずっと待ってるわけですからそれ当たりますよね三尊とか出てきた時はもう本当に適面ですよもちろんたまに外れることがありますけどもそれはですね確率の問題なんですよ一回外れたら残りの十回は当たるなって考えられるんでやっぱりね 儲け者なんですねそういった形でいろんな逆田誤法をはじめとする法則を覚えていくと1個ずつこのタイミングが来た時やろうみたいなオンリーエントリーっていうのが増えていくんですよ。でしまいにはですね 毎日のようにオンリーエントリーのどれかが出るという形になるんで、毎日エントリーのタイミングがあるっていうことに今近づいている状態ですね。まあ、それでもね、エントリーがない時って結構あるんですけどもね。はい。そんな形で私はチャートを開けば開くたんびにですね、このオンリーエントリーをどう見つけていくかってことを考えております。で、セカンダリートレンドっていう概念もしっかりとね、身につけておいていただきたいかなと思います。えー、そっからのね、プレミアム、セカンドも始まりまして、もうね、あの夏休み気分も抜けたと思うんですけども、これからですね、この秋。 10月、11月、12月をしっかりと FX 乗り込むことによって、えー、2020年はですね、もう消費税増税とかね、あの国際間の対立とか気にならないぐらい、この世界を股にかけた FX トレーダーになっていただきたいと思います。最初の収益は月に5万とか10万からでもいいと思います。もうそれもすごく大きな進歩ですよ。あとは、ロットを増やすための、ここですよね、度胸を鍛えていかないとなりません。で、度胸はどこから生まれるかっていうと、無謀から生まれません。そうではないんですよ。繰り返した学習と繰り返したトレーニングですよね。 そうすることによって同居ってて生まれてきますこれだけ練習やったんだからあの強豪校にも勝てるんじゃないかっていうようなねその野球部みたいな精神ですけどもこれだけ稽古をしたんだからこれだけ組手の練習をしたんだからこれだけジョギングをしたんだからこれだけ山ごもりしたんだから空手の試合になって大抵は勝てるんじゃないかなっていうのが自信ですよ。やっぱりね,このね根拠のある自信を持たなければ根拠のない自信だけではなかなかやっていけないと思いますで今回は以上です。